後こんなに可愛く東京国際映画祭仕様になっています。初日の今日はレッドカーペットイベントが六本木ヒルズアリーナで行われます。こちらがあのレッドカーペットです。本日の天気はあいにくの雨なのでまだビニールが張られているのですが、本番皆さんが歩く美しい姿がすごく楽しみです。こちらが皆さんがフォトセッションされる場所です。気になるチケットなんですが、こちら大屋根プラザのチケットインフォメーションにてお買い求めいただけます。その横には屋台を休憩できるスペースもあるので皆さんぜひ遊びに来てみてください。